キュービダムは奈良県吉野郡天川村一級河川新宮川水系天の川に建設されたダム高さ26.5メートルの重力式コンクリートダムで関西電力の発電用ダムである同社の水力発電所和田発電所に送水し最大2100キロワットの電力を発生する1931年の満州事変 そして1932年の満州国誕生により日本の経済は活発さを呈していた。当時の日本における電力会社の五市の一角であった宇治川電機はこれまで余剰気味だった電力供給が景気好転に伴って不足に転じると予測し発電所の建設を推進することとした。1934年その第一歩として奈良県吉野郡に 長戸の発電所の建設が決定。1935年10月27日、大東村の辻堂小学校で、非公式が取り行われた。長戸の発電所は、大峰山脈に橋を発する天の川を流れる水を、天川村大和田にて取り入れ、大東村を経て、戸塚川村長殿まで導き発電するものである。その建設は、 明治時代から計画されており、1920年に大正水力の手で工事が着手された。宇治川電機はこの対象水力を合併させ、工事を続けさせたものの、1923年の関東大震災後中断されていた。長戸の発電所の建設再開とともに、その上流において和田発電所及び九尾ダムの建設が計画された。 天の川をせき止めるキュービーダムに水を蓄え、その水をまず、和田発電所で発電に使用した後、下流の長戸の発電所へと送ることにより、川の水が減る過水域においても、和田発電所で1 5 0 0ット、長戸の発電所で1万キロワットのピーク発電が可能となる。百三十五年、宇治川電機は、和田発電所について、推理券及び事業の実施認可を求め、 奈良県に申請した。1936年4月までに、それらの許可が降りると、同年5月に和田小学校にて、非公式を挙げ、着工。1937年8月に竣工し、同年9月18日の通水試験を経て、同年9月19日に使用認可を得た。長戸の発電所も、同年12月に竣工し、同年12月24日に使用認可を得ている。 キュービダムの建設にあたっては、ボーリングや掘削といった作業一つ一つに、低新商による官長検査が必要とされたといい、それは、宇治川電機にとって大変面倒なことであったという。宇治川電機は、長戸の発電所及び和田発電所の建設の最中にも、これらの上流に、河合発電所、未線発電所及び川狭間ダムの建設を計画し、1938年に、 着工、1940年に完成した。その後、電気事業の国家管理の時代を経て、長戸の和田川井、未線発電所及び九尾川はさまダムは現在、関西電力に継承されている。奈良県五条市中心市街地から国道168号を、南下、新天辻トンネルを抜けると、猿ヤダム湖に至る。猿ヤダムは、国土交通省直轄ダムで、 その下流に長野の発電所が位置する。川沿いに立つ発電所の建屋内には3台の水車発電機が設置されており、建屋に向かって1畳の水圧鉄管が山の斜面を駆け降りる。長野の発電所の下流には電源開発の風やダム、日のダムがあり、東には関西電力の用水発電所、奥吉野発電所がある。サルヤダムの上流に向かって、 奈良県道53号を進むと、和田郵便局を過ぎたところで対岸に、和田発電所が見え、さらに上流へ進むと九尾ダムに至る。九尾とは、当地の地名であるが、険しい道を意味する、旧オリオや、カツラオ、から来ていると考えられている。ダム上流には、天の川温泉やキャンプ場、天が大部在店舎、そして川笹間ダム及び川井発電所、未然発電所がある。 被災半年後の長戸の発電所、ありがとうございます。